はい、こんにちは、塚本真代です。この動画ではもうざっくばらんなお話をしようということなんですけども、先日私タクシーに乗った時に、まあ年末なんですけども、もう皆さん多分大掃除も終えて、年末をゆっくりと過ごしてるっていう方もいらっしゃると思うんですが、まあ、タクシーに乗った時は、タクシーの、まあ、おじさんに言われたんですけども、まあ、仕事納めですかって言われたんですよ。でも、私のビジネスって、基本的にお休みはないんですよ。はい。で、あ、大変ですねって言われたんですけども、全然私は大変だとは思ってなくって、まあ、それが、まあ、経営者としては自分でやっていかないといけないと思ってるんですよね。だから、まあ、タクシーのおじさんからすると、もう一つ言われたのは、でも日本ぐらいですよねって、サラリーマンってのんきにお正月過ごしたりとか、連休とかなんか過ごしてるけども、その間ってお金生まないもんねっていう話をされたんですよ。で、あ、面白いなと思って、そのなんかおじさんとお話をさせてもらってたんですけども、まあ実際に私はなんで今こうやってやってるのかっていうと、将来的に見て、やっていってるってことなんですよね。将来何が起こるかわからないんで、自分でその稼ぐ力っていうのを身につけていってるっていうことなんですけども、最近ですね、ジェームズ・スキナーの本を読んでいた時に、これ多分ジェームズ・スキナーの話なんですけども、面白かったのが、昔の趣味がテレビを見ることだったらしいんですよ。テレビを見ることと、土曜日の朝に寝坊すること、休みの日なんでしょうね、これが。はい。だったんですけども、これがガラッと変わったんですよ。土曜日とか、仕事を終えてから、テレビを見るとかじゃなくなったんですよ。ただ、これはかなり努力されたと思います。ヘリコプターを操縦することで、スノーボードをしたり、スキューバダイビングしたりとか、っていう風に変わったんですね。でも、これって普通にサラリーマンをしてたら、そんなヘリコプター操縦することって、まあ、まずありえないじゃないですか。で、テレビを見ることの方が普通だと思うんですよ。けど、まあ、何をしたかっていうことですよね。ジェームズ・スキナーが、その間に、まあ、それが1年後に叶ったかって言われるとちょっとわからないんですけども、ただ、これを土曜日の朝に寝坊することとか、土曜日の朝でも早起きをしてヘリコプター操縦したりとか、スノーボードをしたり、これってめっちゃ楽しいと思うんですよ。はい、できるもんならしたいっていうところでもあると思うんですけど、人間ってすごい楽に過ごしてしまうと本当ダメになっちゃうんですよね。寝坊とかもそうなんですけども、まあ、それはちゃんと時間管理をして、まあ、そういった目標っていうのを立てて、はい、まあ、こういうのをね、実践してもらえたらなっていう風に思ってます。私もまだね、ヘリコプターとか操縦したことないんで、やってみたいなって思うんですけども、なんかこれって、誰もができるわけじゃないって思うと思うんですが、そうではなくって、自分にはできるって思い込んでほしくって。これは、ジェームズ・スキナーも言ってたんですけども、朝起きとか夜寝る前に大きな声で自分はできるって言ってみると。はい。っていうことを言われてましたね。ですので、そういうテレビを見たりとか土曜日の朝に寝坊する。まあ、それが一番その時は楽だったかもしれないけども、何かをすることによって変わったわけですよ。違うことをやっていこうって。はい。で、まあ、そういった、ジェームズ・スキナーの中では、覚悟を決めてやっていってるっていうところなんですよ。そう、それを今現状の楽なその人生観ですか、それをずっと続けたいのか、それとも、まあ、将来的に何かしら変わっていきたいなとか、いや、スノーボードとかめっちゃ行きたいなとかって思うんだったら、まあ、収入もプラスビジネスで稼いでいけたりだとか、あとはもう自由な時間ですよね。自由な時間とその自由にできるお金っていうのを作っていかないといけないと思うので、まあ、そういったのをしっかりと、はい、目の前のことだけをやるっていうよりかは、将来先のことを見据えて、いろんな、まあ、収入源っていうのを作っていくっていうのが一番いいのかなというふうに思ってます。はい。で、今回は、まあ、ジェームズ・スキナーの、ざっくばらんなお話ということでお伝えをさせていただきました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。